けでございます。それでは内閣総理大臣自民党総裁からの応援演説でございます。皆さんこんにちは、安倍自民党でございます。今日は寒い中、またいろいろございますが、お参りして皆様にこの思いで大臣に足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまな我が党の公認候補小林秀樹候補から決意表明がございました。2年前皆さんのお力で国会に送っていただいた、あれから2年、小林さんは銀行マンとしての経験、そして会社を経営した古市さん、そしてまた県会議員として地域のために汗を流し、こうした経験をしっかりこの2年間生かしてくれたと思います。そしてこの2年間、この一区内において誰よりも多くの筋を歩こう、汗道を歩こう、その思いで皆さんの声に耳を傾けてきました。皆さんの声を政策に、国政に、この政治家としての基本をしっかり守って前に進めたのが小林さんであります。そして今度の選挙、なんとかこの選挙から立ち上がって、その思いでずっと当選挙で戦っているんです。この選挙区は日本でも厳しい選挙区なんです。皆さん、この選挙区で勝ち上がっていくことによって、小林さんは注目され、政治家として将来が開かれてくるんです。皆さん、この地域から皆さんの代表を今回に送られませんか。どうか小林さんに頼りませんか。よろしくお願いいたします。2年前のあの総選挙、安倍さん景気を何とかしてくれよ、この声に押さえて私たち自民党、公明党、政政を奪還しました。経済最優先で取り組んできたんです。3本目の政策、いわゆる安倍のミクスを進めてまいります。安倍のミクスは会社事業を生産性、そして共同強くしていく、そのことによって、金をしっかり儲けることができる、そういう会社にしていく。そうすれば、雇用は増え、賃金が上がっていく、消費は拡大し、景気が回復をする。この経済の好循環を回していくことによって、私たちが15年間苦しんだデフレから脱却をして、経済を成長して、皆さんの生活を豊かにしていく。簡単に言えば、雇用を増やす、賃金を上げていくのが私たちの政策なんです。あれがありません。雇用、私たちは100万人以上2年間で雇用を作りました。宿題だった正規雇用も増やし、8月9月10万人以上増えた。民主党政権3年間3万人雇用が減っていました。マイナス3万人からプラス100万人に大きく変えることができた。また高校、大学を卒業して就職をするなど内定率も良くなっています。それぞれ特に高校を卒業して就職する皆さんの内定率 10% 以上良くなっています。高校生の皆さんに安心してお正月を迎えてもらおうという小林さんの思いや、私たちの選択が身を結びつつあるから、一人の就職者に対し1人分以上直轄人口中心パレス1という数字をこれからも収容施設ではしっかりと超えています。その統計を取って以来、今3年を超えた最高だった全国でも35の都道府県で1を超えている。民主党政権時代これは4倍に、また賃金を上げていくというチャンスは以前に2回しかありません。4月春の引き上げ、去年の4月はまだ政権を取ったばっかりですから、これは難しい。今年の4月が初めてのチャンスで、私たちはこのチャンスを掴むことができました。連合の平均で 2%
給料は上がりました。15年ぶりのボーナス、ボーナスは 7%、 25年ぶりの、そしてボーナスやアルバイトで頑張る皆さんの時給、これも全国で平均で1050円、これは過去最高になっています。間違いなく雇用も増え、賃金も上がっている。でもまだ安倍さん実感できないという方がたくさんいらっしゃることは、小林さんも私もよく知っています。地域で頑張っている皆さんも、あるいは中小企業、小規模事業で汗を流している皆さんにとっても、しっかりとこの景気の好循環実感していただくように、この景気の温かい風をお届けしていくことが、これからの小林さんや私たちの使命であります。またなかなか実感できない、一つの大きな理由は4月に 3% 消費税を引き上げたことです。消費税は年金や医療や介護、大切な社会保障制度を次の世代に引き渡していく、この役割を、責任を果たしていくために必要です。また子育て支援や難病支援とやるべきことをやっていくためには必要なんです。でも 5% は給料上がったけれども、3% の消費税引き上げには残念ながら収入は追いついていなかったです。そこで私たちは来年の10月の消費税の引き上げ、これを1年半延期することにしたんです。なんで1年半、18回ですか。といえば、今年も約束通り賃金を上げました。来年の春も私たちが今の政策を進めていけば引き上げますよ。経済界約束している、コンセント勝っていけば間違いなく上がっていきます。その翌年の春も、さらにその翌年の春も上げていけば、消費税に対応できる経済をしっかり私たちは手に入れることができる、こう判断したわけであります。今円安で大変だよという声があります。しっかりと経済対策で対応していきます。所得の低い方々にはガソリン支援、投与支援もやっていくし、あるいはまた中小零細小規模事業の皆さん、材料費が上がって大変、そのチームに対して政府金融機関の定義も融資を達成できます。また小林さん、借金返済大変なんだよね、材料費上がっちゃって、普通に声が寄せられている、こういう声に対応して、我々は金融機関にこういう状況があれば返済の猶予を行うようにしっかりと金融機関に要請をしているんです。あなたはそんなこと言ったって金融機関に言うこと聞くのかいと心配の方がおられるかもしれませんが、今回はしっかりとやってくれています。10月に6万社、11月に5万社、11万社がしっかり対応してもらっているんです。もしこの奈良でそうではないという声があれば、小林さんこと銀行員だから全国からちゃんと対応していくように、我々は政策で取り組んでいるんです。しかし皆さん、そうは言っても円安には確かに課題がありますが、民主党政権時代のあの円高に戻っていいんでしょうか。戻っていいわけはないんです。2年前、3年前だったか思い出していただきたいと思います。あの頃、円高によってこの奈良においても一生懸命頑張って汗を流し、知恵を出して、チームを作ったって、行き過ぎた円高で競争力を失って、工場を閉めざるを得なくなってきた。メーカーは争うように海外に消えていって、生産拠点を移した。あの東芝も4つの工場を閉めた。民主党政権時代の3年間、海外への投資が倍になった。先を争うように日本から出ていく。大きな企業は外に出ていくことができるかもしれないけれども、下請け企業は一緒に行っていけない。工場を閉めざるを得ない、企業を閉めざるを得ない、首を切らざるを得なかった。連鎖効果という言葉は日本全体を追っていたのではありません。この流れを私たちは変えました。小林さんや私たちの経済政策によってガラッと
変わった。今日本多くの企業がやっぱり日本でものづくりをしよう、考え方が変わったんです。4つの工場を閉めて海外に出て行ったあの東芝は、日本に3000億円投資をして、日本に工場を作って、日本人を雇って、日本で税金を払おう、こう決めたんです。キャノンの半分は日本で製造する、そうしました。韓国に出て行こうとしていた東レ、だいぶ拠点を移した。この東レが今度もし工場を作った、そして調達同士、未来の車、あの清水を使った燃料電池走る車、この未来の車が強いと小林さんに渡しました。規制を25の規制を撤廃したんです。この車が走って水素ステーションでこの水素エネルギーを充電できるようにした法人未来という車です。トヨタをリーダーに歩きます。この車、燃料電池もそしてボディも車体も日本で生産する、これ皆さんトヨタはそう決めた。これは皆さん大きく変わりつつあるんですよ。去年よりもこのうち 40% 年間では生活が増えています。その結果、民主党政権時代よりも今にも倒産件数は減ったんです。私たちは雇用を作り、仕事を作り、倒産件数を間違いなく減らして、我々は成長しましょうで頑張ってください。困った雇用を守り、さらに皆さんが成長していき、かつそこで働くみんなの給料が上がっているように、今の政策をしっかり前に進めてまいります。また私たちは子育て世代をしっかり応援をしてまいります。退院ゾーンという言葉をなくしていくために、年間で20万人、5年間で40万人分の保育の受け皿を作り、そして消費の壁を突破して学童保育30万人分用意してまいります。また幼児教育の強化も進めます。今年から所得の低い方々の強化は始まりました。それ以上、お子さんもとご家庭に段階的にしっかり援助をしてまいります。また高校生の悩むご家庭、教育費が大変です。授業料以外の教育費結構かかります。このご家庭をしっかりと応援をしていくために、奨学金付金制度を今年度から作りました。しっかりと支援をしてまいります。また家庭の経済状況で進学を諦めなきゃいけない、こんな国に一歩しません。我々は奨学金をプレヒと奨学金制度を拡充し、授業料の免除を拡大をしていきます。さらには奨学金の返し方、これを収入に応じてお金を返すことができるような新しい制度を私たちは作っていきます。今日はこの奈良県中から街頭に輝く女性に集まっていただきます。この辺も輝いているし、こっちもずっとこう輝いています。私たちは家で子育て頑張るお母さんも応援をしていく、さらにはおじいちゃんおばあちゃん、介護に頑張るお母さんも応援をしていきます。また家庭も頑張るし、仕事も頑張りたいという女性にとって未来が開かれている、こういう日本に変えていきます。仕事に頑張る女性、目標に向かって進んでいくことができるような日本に変えていきます。女性が輝いていけば、この奈良ももっといい場所になっていく、女性が輝いては日本はもっといい国になっていく、女性の皆さんにとっても、また高齢者の皆さんにとっても、また障害がある皆さんにとっても、誰にでも生きがいになる日本を作っていく、みんなにチャンスのある日本を作っていきます。みんなにチャンスのある日本を作っていけば、皆さん日本はもっと成長していくことができるんです。もっと豊かになっていくことができる。民主党のように成長を諦めたら終わりです。70年代80年代の日本にできて、今の私たちにできないはずはないんです。もっといい日本、もっといい奈良を作っていこうではありません。そして私たちは日本人の命を守り、そして領土美しい海を守っていく責任があります。その法整備をしっかりと来年決められない法整備を私たちは行ってまいります。日本をしっかりと守っていくことができるのは私たち
自民党、公明党、そして小林政治候補です。どうぞ皆さん力を与えてください。どうぞ皆さん小林政治に力を与えてください。力を、力を世界の真ん中で長い間に成功ではありませんが、よろしくお願い申し上げます。小林政治、小林政治、小林政治と最後までよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは皆様ご準備ください。小林政治さんの圧倒的な勝利に向けて皆様のお力いただきます。それでは頑張ろう団長参ります。小林政治さん頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。最後まで小林さんのことを誰でも気持ちに見せてください。お願い申し上げます。本当にありがとうございました。これより出発をいたします。ご利用ありがとうございました。